はいどうも皆さん、こんばんは、枝豆でございます。カメラ夜話スタートでございます。10分間ノー編集でお届けするシリーズでございますけども、今回はですね、タイトルにもあります通り、売却して後悔した機材というねお話をしていこうと思います。私自身いろんな機材今まで使ってきましたけど、なんで売却しちゃったんだこれっていうねくらいいい機材が実を言うと多々ありましたので、今回はそのねお話をしていきたいと思います。その売却して後悔したレンズで撮った作例なんかもね、サイトに載せておこうかなと、ね、作品の作例公開のページありますので、そこに載せておこうかなと思うので、リンク、ね、サイトのリンク下に貼っておくので、ぜひ見てください。はい。ということで、じゃあ早速行きましょうか。まず売却して公開したレンズ、早速もうメーカーのページとおりますけど、1本目はタムロン。これは売却というよりも、なんだろう。まあちょっといろいろ理由があって、まあこれは売却というよりはって感じなんですが、タムロン SPAF28 から 75mm F2.8XRDI というレンズでございます。これですね、本当になんで今までこう使ったことがあったんだろうっていう後悔というかね、手元になくてすごい後悔することになったレンズでもあったんですけど、まあこれまず F2.8 っていうね、明るさの標準ズームレンズですかな。そんでもってこれすんごいちっちゃいんですよ。私が以前とね、メイン機として使ってた X9i キャノン、EOS KISS X9i。それにつけてもね、あ、もう全然これでね、普通に持ち歩けるじゃんっていうくらいコンパクトで軽くて。でも F2.8 っていう、明るさ。まあ、手ぶれ補正はないですけど、ね、2.8 あればシャッター速度も上がるのでね。で、これね、まあ、そのコンパクトさも X9i と合わせてすごい良かったっていうのもあるし、あと、なんて言うんですか、描写がね、これすごい良かったんですよね、個人的に。しかも、寄れるんですよね、タムロンのレンズって。これでね、ちっちゃい花に寄って撮ったりとか、いやー、そういうことよくしてましたね。これ借りてたのが確か1年生の時だったかな、私が高校。ね、部活の備品にあって借りてたんですけど。まあ返却して後悔して機材になってますからね、そうなると。まあこれ本当にその描写の良さ、コンパクトさ。で、しかもこれ値段も安いということで、ね、なんで今まで手出してこなかったんだろうなと。まあそのうち欲しいレンズではあります。はい。じゃあ次行ってみましょうか。はい。あららら。はい。次もですね、タムロンのレンズなんですけど、この 18-200mm F3.5-6.3DI2VC。このレンズですね、前もね、その M5 用のね、高倍率ズームを選ぶっていう話でゴニョゴニョ喋った時に、ね、前も使ってたっていう話ありました。ね、しましたけど、これ本当に何て言うんですか、これは便利だったんですよね、やっぱり18から200ミリっていう。だからこれ1本で何でも撮れたわけですよ。で、まあ実質このレンズ1年も使わなかったんですよ。そんで売却してしまったんですけど、本当にこれ1本でいろんなところ行きましたし、これも確か高校1年生の時までしか持ってなかった気がします。いや、まあ描写はね、ちょっと高倍率ズームだけあって、まあ多少甘いなーっていう感じはあったんですけど、やっぱりこの、ね、18mm でね、ああ、なんかいい風景だなと思って、ボーン広くね、撮ることもできましたし、かといって、ね、あ、なんかここちょっと遠いけど、ね、いいのあるし、ちょっと望遠にズームして撮ってみようかなっていうのもできましたし、で、その部活のね、友達が、あ、いい表情してるなって思った時に、ね、スッとちょっとズームしてやって、そこパシャッと切ると。っていうことがね、
なんだろう、臆することなくっていうか、なんかそういう言い方する変ですけど、シームレスにね、そういうことができるレンズだったんでね。しかもやっぱ軽くてね、X9i、これも X9i で運用してたんですけど、まあものすごく実にね、実用性の高いレンズだったなっていうかね、売却して後悔しております。まあ買える値段なのでね、まあ、そのうち、ね、また買って使ってみたいなというふうに思います。はい、じゃあ次3つ目、最後です。はい。やっぱこれにつきますね。キャノンの EFS55-250mm。これもね、本当になんで売却しちゃったんだろうっていうか、ね、手放しちゃったんだろうっていうね、後悔ですよね、これも。その、なんて言うんですかね。どっか、その撮影に行って、そんな 400mm とか 300mm ってなかなか使わないわけですよ。ズームレンジって。まあだから私、メインのレンズが今、24-105になってるんですけど。でもですね、やっぱ105じゃちょっと足りないっていうこともあるんですよ。105mm だと 1.6 倍して 200mm ちょいくらいですか ?100mm ないくらいですかね。だとね、やっぱ、寄れないわけです、多少。もうちょっと欲しい。18-135 だと、ちょっとね、24-105のあれをね、優位性損なっちゃうんで。やっぱそこでね、この軽いズームがね、すごい威力発揮してくれるんだ、なんて思いますけど。まあ、これ確か高校2年生くらいの時までは持ってたんですけど、まあ、パッと手放しちゃいまして。まあ、やっぱり、その、なんだ、18-200とかをね、買ったっていうのがすごい、まあ、理由として大きかったですし、あと、手放した同時期くらいに、70-200もね、その時、導入した頃だったので、まあ、そうですね、やっぱり、まあ、その焦点距離が被ってしまったっていうことで手放したんですけど、このレンズね、小さい割にね、写りがいいんですわ、本当に。やっぱキットレンズってキャノンさん力入ってますよね。沼に引きずり込む第一歩じゃないですか、キットレンズって。ね、キットが写り良かったんだったら、ほら、キャノンさんね、レンズたくさんありますから。そうか、買ってもいいんだろうな、みたいにね、引きずり込むあれなわけですからね。まあ、描写もいいし、何しろ AF も速いし、静かで、軽くて、ね、どんなカメラにも使えるバランスの良さっていうのがありまして。これもね、またいずれ買いたいなというふうにね、思っております。はい、ということでですね、ノー編集で、喋っていきますカメラ湯話、今回はですね、売却して後悔したレンズのね、お話をしてみました。まあ、このね、紹介した3本のレンズ、いろいろ思い出もね、あります。まあ、その思い出話もね、まあ、いずれできたらいいなと、ね、思っております。作例もね、先ほど言いました公開ページのね、載せておこうかな、ね、3本載せておこうかなというふうに思いますのでね、ぜひ見ていただければと思います。はい。ということで、あとリンクもね、いろいろ貼っとくんで、覗いてやってください。以上、枝豆でした。ありがとうございます。